吉さん、一人で自分のビジネスをするっていうことはまあ一つの会社として戦っていくことだと思うんですけどもそのフィールドね戦場では集団となって立ち向かってくる仕事のやり方もあるわけですよね。でも独立して何かをやろうと思ったら集団や組織と同じ力を持たないと五分で渡り合っていけないしお客さんの取り合いとかねお客さんの お客さんに対するサポートのレベルの高さでお客さんが選ぶとしたらその5人10人20人100人1000人という組織に対しても5部でやっていく力がないといけないんですよね。でも今会社勤めの方って集団や組織の中の一部として働いてるわけですよ。でそこで値を上げるようでは手を抜くようでは1人になった時にそれ一期当選と言いますけどもね1000人ぐらい束になった会社としても 戦っていいいかないといけなとけですよ1人対1000人でも勝たないと自分の収入にならないわけですからね自分が独立してる会社をやっていったらライバルが全部1人ですみたいなことはないですからねだから有利不利でいけば組織の中にいる方が圧倒的に有利です自分がチョンボーしても他の人がカバーしてくれてトータルのパワーとしてやっていけるからですよねで私は吉谷さんはどこまでいっても1人で勝負してますからお客さんが 販売主を選ぶときに、一人で商売やってる人を選ぶのか、100人、50人、1000人で束になってやってる組織を選ぶのか、っていうところで選んでいただかなくてはいけないんでね。だからこれをね、どう考えるかですよね。今お勤めになっている状況の方は、相当有利な状態でやらしてもらってるってことに感謝しなければいけませんし、多少手を抜いてもね、多少体調が悪くてもモチベーションが湧かなくても、 雇いい続続けけけけててくくれれるるわわででししょょ給料払私たちはモチベーション落ちたり体力落ちたりなんかねやらなければ何もないですからね <laughs> うんだから全部自分で始まって全部で終わる全部自分で終わると自分の代わりは誰もしてくれないっていう現状がありますまあそこに言いいといなよなねテクノロジーを入れて自分でも自分がやらなくてもできるような仕組みは作りましたけどねあ、うん、そんなことじゃないですかね 一人で稼ぐっていうのは、一人で組織と同じ力を持つってことだということかなと思います。いってらっ